ディアナとアクタイオンは、ルネサンス期のイタリア人巨匠キツヤーノ・ベチェッリオが1556年から1559年にかけて描いた絵画である。漁師アクタイオンが女神ディアナとディアナに仕える、妊婦たちの水欲を誤って目撃するという、キリシア神話のエピソードを描いた作品で、キツヤーノの最高傑作と言われることもある。右から二人目に描かれているディアナはとっさに衣で、 ラシンを隠そうとするポーズで、偶然女神の水浴を目撃した、アクタイオンは一歩身を退いえているようなポーズでそれぞれ描かれている。2008年から2009年に、ロンドンのナショナルギャラリーとエディンバラのスコットランド国立美術館が、ブリッジウオータコレクションから5000万ポンドで共同購入した。その結果、ディアナとアクタイオンは5年ごとにナショナルギャラリーと、 スコットランド国立美術館で交互に展示されることになっている。2011年5月1日までアメリカ合衆国のミネアポリス美術館に貸し出されていた。ディアナとアクタイオンはスペイン語フェリペにセヒの依頼でキツヤーノがオウィディウスの変身物語に題材を取った神話のエピソードを描いたポエジアと呼ばれる7点の連作絵画の一つである。 以降スペイン王室コレクションとなっていたが、1704年にフェリペ5世がフランス大使に贈与した。間もなくフランス王ルイ14世の老いで、後にルイ15世の摂政も務めるオルレアン公フィリップ2世の美術コレクションに最重要作品の一つとして収蔵されている。オルレアイコレクションはフランス革命勃発後の1791年に なって、その2年後に断頭台に送られることになる、オルレアン公、ルイ・フィリップ2世によって、この画唱は、ロンドンで展覧会を開催し、入手した、オルレアイコレクションの中から、キツヤーノの作品を含む多くの絵画を展示した。1798年にオルレアイコレクションの、大部分を石炭号と呼ばれた第三代、ブリッジウォーター公、フランシス・エジャートンが購入し、 その中には、ディアナとアクタイオンと同じくティツヤーノによる神話連作ポエジアの、ディアナとカリストやビーナスの誕生を描いた、海から上がるビーナス、プッサンの絵画8点、ラファエロの絵画3点、レンブラントの51歳の自画像が含まれていた。ディアナとカリスト、ティツヤーノ、1556年から1559年、スコットランド国立美術館所蔵ブリッジウォーター校。 エジャートンがこれらの絵画を購入したのは、自身の老いで後に、初代サザーランド公爵位を受け爵する、ガウアー博、ジョージ・グランビル・レベソンイコール・ガウアーからの勧めによるものだと思われ、絵画購入5年後に、エジャートンは死去する際に、キツヤーノの絵画を含む購入絵画をガウアーに、遺贈している。ガウアーは、ウェストミンスターのブリッジウォーターハウスで、エジャートンから遺贈された作品を含むコレクションを、 最初に公開されたコレクションを目にした、イギリス人随筆家、文芸批評家のウィリアム・ハズリットは、これらの絵画を目にした時には思わずふらついてしまった。経験したことのない感覚に襲われ、まるで見知らぬ楽園と地平が目の前に広がっているようだったとしている。第二次世界大戦が勃発した1939年9月に、コレクションはロンドンからスコットランドへと移された。 その後1945年から2009年の長期に、渡って、ディアナとアクタイオンや、ディアナとカリストを含む、ブリッジウォーター港からの太陽絵画あるいは、サザーランド港からの太陽絵画と総称される、絵画群が、エジンバラのスコットランド国立美術館で一般公開されていた。その間、イギリスを代表する風景画家、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーや、 ルシアン・フロイドなど多くの芸術家にインスピレーションを与え続けた。フロイドは間違いなく世界で一番美しいコレクションと表現している。サザーランドコレクションは公爵化世襲財産として第7代サザーランド公フランシス・ロナルド・エジャートンに相続されたが2008年8月末にエジャートンは資産を多様化するためとして サザーランドコレクションの一部の作品を売却すると発表した。そしてエジャートンはイギリス中の国立美術館に対して市場推定価格の3分の1程度に当たる1億ポンド以上で購入するよう求め、もし国立美術館が2008年末までに1億ポンド以上での購入意思を示さなかった場合には2009年初頭に公開オークションに出品するとした。エジャートンの求めに応じて スコットランド国立美術館とナショナルギャラリーが名乗りを上げ、まず5000万ポンドあるいはそれ以上の価格で、ディアナとアクタイオンを3年の分割払いにて共同購入することと、ディアナとカリストも2013年から同様の分割払いで共同購入する予定であると発表した。このようなコレクションをめぐる一連の騒動について、エジャートンの言動に対し非難の声もあり、 ロンドン芸術大学総長、ナイジェル・キャリントン、元同大学会長、ジョンツサから、奨学金を受けて、芸術を勉強している学生たちへ悪影響を及ぼすと批判されたが、英国メディアからは、タブロイド誌、高級紙を問わず、好意的な扱いを受けた。ザさんは、ディアナとアクタイオンに描かれている裸体の女性像と、同じポーズを取らせた、ヌードモデルを海外にコラージュし、 デイリー・ミラーは、ディアナとアクタイオンのイギリス国外流出を阻止するためのキャンペーンの一環として、女優のキム・キャトラルがセミヌードになった記事を掲載した。アクタイオンの死、ティツヤーの1559年から1575年、ナショナルギャラリー所蔵2008年10月14日に、アートファンドが100万ポンドの資金を提供すると発表し、11月19日には、イギリス政府分化。 メディアスポーツ賞管轄の文化メモリアル基金が1000万ポンドの拠出を決定している。10月22日から12月14日にかけて、ロンドンのナショナルギャラリーの第一展示室で、コレクション買取への世論の盛り上げと、資金教室を呼びかけるべく臨時の展示会が開催された。この時、ディアナとアクタイオンと共に展示されたのは、ナショナルギャラリーが所蔵する。 以前、オルレアンコレクションが保有していた、キツヤーノのアクタイオンの詩で、オイディウス著、変身物語のそれぞれの絵画の題材に関連する、記述を17世紀イギリスの著名な詩人、文芸評論家、劇作家、ジョン・ドライデンが翻訳した文章で両作品の解説がなされていた。その後、新たな情報も進展もないままエジャートンが、 当初設定していた期限である2008年12月31日が過ぎるとスコットランド政府が1700万ポンドを拠出するのではないかという憶測が流れた。この憶測は波紋を呼び、スコットランドのヤン・デイビッドソン労働党議員から世界金融危機の最中にそのような巨額の資金を出すことが適切かどうかという意見が出され、政界を巻き込む騒動に発展した。また、 もともとディアナとアクタイオンと、ディアナとカリストは、サザーランドコレクションから21年間に及ぶ貸し出し、契約が結ばれていたが、その契約書には分かりづらい表現でこの2点の絵を、高値で買い取らなければならないとする情報が含まれていたのではないかという噂もあった。しかしながら2009年2月2日になって、 より多くの資金を集めることと、ディアナとかリストの購入計画を決定するために、期限が延長されていたとし、ディアナとアクタイオンが5000万ポンドで購入できる見通しであることが発表された。最終的にディアナとアクタイオン購入のために集まった資金の内訳は、スコットランド政府から1250万ポンド、一般大衆の寄付から740万ポンド、 ロンドンの国立美術館群から1250万ポンド、文化メモリアル基金から1000万ポンド、モニュメントトラストから200万ポンド、スコットランド国立美術館から460万ポンド、アートファンドから100万ポンドなどであった。ディアナとアクタイオンは現在ロンドンのナショナルギャラリーに、アクタイオンの詩と並んで展示されている。そして、ロンドンでの5年間の展示後に、 スコットランド国立美術館に移され、以降5年ごとにナショナルギャラリーとスコットランド国立美術館で交互に展示されることが決定している。また、ディアナとアクタイオンは2011年2月6日から5月1日まで200年ぶりにイギリスを離れミネアポリス美術館で特別展示されていた。ありがとうございます。